1981から1982シーズンの NBA は NBA の36回目のシーズンである。ドラフトではマーク・アグワヤがダラス・マーベリックスから全体1位指名を受けた。また、全体2位指名でアイザヤイ・トーマスがデトロイト・ピストンズに入団している。他、バック・ウィリアムス、アルウッド、ダニー・ブレーンズ、オーランド・ウリッジ、スティーブ・ジョンソン、 トム・チェンバース、ローランド・ブラックマン、アルバート・キング、フランク・ジョンソン、ケリー・トリプカ、ダニー・シェーズ、ハーブ・ウィリアムス、ダーネル・バレンタイン、ラリー・ナンス、アルトン・リスター、ジェイ・ヴィンセント、ジーン・バンクス、エディ・ジョンソン、ダニー・エインジ、フランク・ブリッコースキー、ルイス・ロイドらが指名を受けている。全体214位指名を受けたトニー・グウィンは MLB で全体21位指名を受けた。 ケニー・イーズリーは NFL で活躍した。オールスターには、エム・アグワイア、アイ・トーマス、B ・ウィリアムズ、S ・ジョンソン、T ・チェインバーズ、R ・ブラックマン、K ・トリプカ、エルナンス、D ・インジの9人が選出されている。ロサンゼルス・レイカーズは、マジック・ジョンソンというスーパースターを獲得したその年に、いきなり優勝を手にし、前途ヨー,ヨーの80年代をスタートしたかに見えたが、 その内情は問題だらけだった。前期のレイカーズはマジックが故障で45試合を欠場、それでも54勝28敗の好成績を残すも、プレーオフに入ると、マジックとノーム・ニクソンの確執が表面化し、1回戦でヒューストン・ドケッツの前に敗退。さらにシーズン前にジャマール・ウィルクスがマナ娘を亡くすという悲劇に見舞われている。新シーズンに入ると、 今度は、マジックとヘッドコーチのポール・ウェストヘッドとの間で、衝突が起き、マジックはチームに対して、トレード要求までした。チームは、マジック残留を優先し、11試合を消化した、ところで、ウェストヘッドを解任。そして、新ヘッドコーチとして迎えられたのが、パッド・ライリーだった。常に、問題の中心にいたマジックは、ホームのグレート・ウェスタン・フォーラムでもブーイングを浴び、 ロード戦では、さらに盛大なブーイングと罵声で迎えられた。さらに100万ドル契約で獲得したミッチカップチャックは、膝の故障でシーズンの大半を欠場、続けて大黒柱のカリーム・アブドゥル・ジャバーも故障に見舞われるなど、数々の逆境が襲った。特に、カップチャックとジャバーを欠くフロントコートの薄さは、深刻だった。幸いにもジャバーはすぐに復帰したが、リバウンドなどで、 レイカーズが不利になる場面がたびたび見られた。レイカーズを救ったのは意外な人物だった。ボブ・マカドゥーはバッファロー・ブレイブスを離れてからは、どのチームにもうまく機能できず、ジャーニーマンと化してこのシーズンにレイカーズにたどり着いた。マカドゥーはレイカーズでようやく居場所を見つけ、特に重要な場面での得点などでチームに貢献した。またシーズン前には契約交渉でチームと 険悪な関係になっていたカート・トランビスはカプチャックの離脱後43試合に先発出場しカプチャックの不在を補ったパッド・ライリーはポール・ウェストヘッドに誘われてレイ・カーズのアシスタントコーチとなった身でありウェストヘッドの忠実な部下だったウェストヘッドの急な解任によって昇格しただけでライリーのヘッドコーチ就任は周囲もそして本人も望んだことではなかった ライリーは戸惑いながらもチームの指揮を取り始め、ポイントガードとしては、波外れた長身で優れた視野とパスセンスを持つ、マジックの長所を活かすため、ランニングゲームにより、オープンの選手を作り出すランガン戦術を取り入れた。ライリーの戦術はすぐには成功せず、シーズン中盤は、やや不安定な時期を過ごしたが、それでも57勝25敗の好成績を記録し、 カンファレンストップの成績を収めた。ライリーの戦術は徐々にチームに浸透し始め、シーズン終盤に上がり始めた調子は、プレーオフに入るとピークに達した。レイカーズはフェニックス・サンズ、サン・アントニオ・スパーズを8戦全勝で蹴散らし、圧倒的な強さでファイナルに勝ち進んだのである。レイカーズがファイナル進出を決めていた頃、イースタン決勝では、 ボストンセルティックスとフィラデルフィアセブンティー・シクサーズが激戦を繰り広げていた。当時イースタン最大のライバル同士だった両チームのカンファレンス決勝での対決はこれで3年連続である。第7戦までもつれた末、最後はジュリアス・アービングを擁するセブンティー・シクサーズが120から106でセルティックスを下し、2年ぶりのファイナル進出を決めた。 ボストンガーデンで行われた第7戦終了後、セルティックスのファンは、B と LA の大合唱でセブンティー・シクサーズを送り出した。セブンティー・シクサーズは2年前の雪辱を果たすべく、レイカーズが待つファイナルの大舞台に乗り込んだ。第1戦プレイオフを8戦全勝で勝ち上がった、レイカーズは、ファイナル初戦まで12日間もの空白ができた。一方、セルティックスとの激戦を制して、 ファイナルに勝ち上がってきたセブンティー・シクサーズは、その予勢を勝って、第一戦を有利に運んだ。第3球中盤にはセブンティー・シクサーズが15点までリードを広げたが、しかし、ここから、レイカーズのゾーントラップが効き始め、セブンティー・シクサーズのオフェンスが失速。代わりに、レイカーズのオフェンスが爆発し、最後の11分では、セブンティー・シクサーズの急得点に対し、 レイカーズは40得点も積み重ね、124から117でセブンティー・シクサーズを破った。敗北したセブンティー・シクサーズのヘッドコーチ、ビリー・カニンガムは、レイカーズのゾーントラップは、試合には全く影響しなかったとコメントしながらも、ゾーントラップは、イリーガルディフェンスに定触するのではないかと批判した。第2戦、カニンガムの批判を受け、パット・ライリーは、 ディフェンスプランに変更を加え、ゾーントラップを抑えて、代わりに、マジック・ジョンソンを、ジュリアス・アービングにマッチアップさせた。しかし、アービングの動きに、マジックはついていけず、アービングは24得点16リバウンドを記録。またカニンガムは、カリーム・アブドゥル・ジャバー対策として、コールドウェル・ジョーンズ、ダレル・ドーキンスら、セブンティー・シクサーズのセンター陣を総動員させた。 その結果、レイカーズのオフェンスリバウンド6本に対し、セブンティー・シクサーズは38本、セカンドチャンスポイントは50得点に上った。ライリーの戦略ミスとカニンガムの的確な指示で、セブンティー・シクサーズが110から94で勝利。セブンティー・シクサーズは、モーリス・チークスが19得点8アシスト、コールドウェル・ジョーンズが12得点11リバウンド、ボビー・ジョーンズ、クリント・リチャードソンが、 それぞれ10得点するなど、バランスの良いオフェンスを展開した。第3戦ロサンゼルスに、戦いの場を打ちした第3戦は、ホームのレイカーズが終始試合を支配し、129から108で、レイカーズが完勝した。レイカーズは、ノーム・ニクソンが29得点を記録。セブンティー・シクサーズは、アンドリュー・トニーが、ゲームハイの36得点、アービングが21得点を記録した。 第4戦ライリーは、第4戦で、得意のランガンから一点、ジャバーを中心とした、ハーフコートフェンスを展開し、さらに、ゾーントラップを復活させた。ライリーの戦術が高を奏し、レイカーズが110から101で3連勝して、優勝に大手をかける。ジャマール・ウィルクスとマジックは、それぞれ24得点、ジャバーは22得点。 ベンチスタートのボブ・マカドゥは19得点、カート・ランビスは11リバウンドを記録した。第5戦シリーズの流れは完全にレイカーズに傾いていたが、フィラデルフィアに戻った第5戦では、ダレル・ドーキンスが奮起し、渾身のディフェンスで、ジャバーを6点に抑えると、自らは20得点9リバウンドを記録。135から102でセブンティー・シクサーズが圧勝し、崖っぷちで踏みとどまった。 第6戦、第5戦の圧勝はセブンティー・シクサーズに望みをつなげたが、しかし、第6戦では、第5戦の主君者ドーキンスが、ファウルトラブルに陥り、20分しかプレーできなかった。試合はレイカーズが、序盤からリードを奪って、前半を66から57の9点リードで折り返した。第3球では、セブンティー・シクサーズのディフェンスにつかまり、 レイカーズは失速して20得点に抑えられ、点差も詰められるが、第4球に入ると、レイカーズがセブンティー・シクサーズを一気に突き放し、11点のリードを奪った。セブンティー・シクサーズはこの日30得点の、アンドリュー・トニーと29得点のアービングが、最後の抵抗を試み、残り4分を切ったところで103から100の3点差にまで迫った。しかし、ジャバーとウィルケンスが、 セブンティー・シクサーズの前に立ちはだかり、最後はジャバーが外したフリースローをウィルケンスがフォローして114から104で、レイカーズがセブンティー・シクサーズを下し、4勝2敗で2年ぶり8回目の優勝を決めた。ウィルクスは27得点を記録。16得点9リバウンド3ブロックを記録したボブ、マカドゥーは、かつての利己的なプレイヤーから生まれ変わり、初のチャンピオンリングを手に入れた。 ファイナル MVP には第7戦で13得点13リバウンド13アシストのトリプルダブルを達成したマジック・ジョンソンが選ばれたが一部のメディアは他にもっとふさわしい選手がいるのではないかとマジック二度目の受賞に疑問を持ったパット・ライリーはヘッドコーチ就任1年目で早くも最初の優勝を手に入れた彼が導入したランガンはショータイムという特別な名を与えられ 一世を風靡することになる。一方、セブンティー・シクサーズは、毎年優勝候補に名を連ねながらも優勝に手が届かず、そしてこの年は、またしてもレイカーズの前に夢破れた。セブンティー・シクサーズが優勝を手にするには、最後のピースを埋める必要があった。結果、ロサンゼルス・レイカーズ4から2、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズファイナル MVP。 マジック・ジョンソン第1 0五5月27日、レイカーズ124、セブンティー・シクサーズ117第2 0五5月30日、セブンティー・シクサーズ110、レイカーズ94第3006月1日、レイカーズ129、セブンティー・シクサーズ108第4 0 6月3日、レイカーズ11、セブンティー・シクサーズ101第5 0 6月6日、セブンティー・シクサーズ135、 レイカーズ102第6006月8日、レイカーズ114、セブンティー・シクサーズ104ありがとうございます。